久保さん。今回リスクの取り方にしましょうか。あの、僕もね、人に会わないから、ワクチン打たないと思ってたんですよ、ずっと。で、しかももう、ぶっちゃけ言うと、ワクチン、今、コロナだいぶ減少してるじゃないですか。まあ、その中打ってるっていうね。<laughs> ね <laughs> まあこれはね、堀江さんのやっぱちょっと意見をね、うん、確かにな。 堀江さんもワクチン最初否定的だったんだけど、なんか、打ってんですよね。で、なんで打ったかっていうと、いや、まあ、それでリスクが少し軽減できるんだったら、打っちゃいいじゃん、みたいな。なんか、あれは言うけど、こう、みたいなね。なかなか面白いなと。これとこれは別だ、みたいな。面白いなと思って。で、まあ、僕も人に合わないんですけども、まあ、 100%ずっと合わないかっていうと、そうでもないんですよね。コンビニ行くし、スーパーに行くし、まあ、それは行くんですよ。だから家から一歩も出ず、なんだ、買い物に行かないってことはないんですよね。まあ、今ね、家から出なくてもネットスーパーもあるんで、もう本当に家から一歩も出ず、ネットスーパーとかで全部で済ませばね、あれですけど、まあ、 この前もオイル交換しましたけど、オイル交換してオートバックス行くし、まあ、物理的に家から出るってことはあるし、人に会うってことはあるので、で、人に会うものに触れるってことは、うんまあ、そのリスクはあるわけじゃないですか。うん。だから、どっかお店行きます。な、何も触れないとかね。ないですよね。なんかに触れるし、テーブルに触れるだろうし。うん。だからまあ、 まあ、あとは、まあ、そういうリスクを考えるのか、あの、撃った、ば、撃った後のリスクを考えるのか。だから、どっちのリスクを考えるかですよね。ま確かに撃って、あの、死んだ人もいる、まあ、それが原因なのかよくわかんないですけどね。うん。で、僕がなんでこの時期に撃ったのかっていうと、要は、見てたわけですよ。見てたというか、様子を。 <laughs> まあ確かにその打ってどうのこうどの,ごのっていうのもいっぱいあったんだけどもあのー、見てましたまあその割合ですよね割合を見ててまああんまいねえなと思って<笑><笑>うんまあ仮にワクチンを打ったとしてもですよ 打って、もし仮に亡くなりなしたっていう確率と、じゃあ交通事故で死ぬ確率と、これ一緒ぐらいなんじゃないかなと、僕、僕、これぐらい僕の見解ですよ。だから飛行機に乗って墜落する確率と、ワクチンを打って死ぬ確率は、まあ同等かなと。じゃあどっちも一緒や、みたいな。うん。だからちょっと様子を伺ってた、うん、っていう感じですかね。うん。<laughs> その割合ですよね。 うん、で、結局、まあ、昨日しんどかったですけど、もう、あの、普通に戻りましたね。うーん。そう。まあ多分ね、まあ結構本当の堀江さんの影響が大きいんですけど、まあ堀江さんの方が頭いいと思うんで、僕より。<laughs> その、ワクチンに関しても、そのなんか、あの、いろいろと僕より知識がすごくあると思いますんで、はい。あの、知識がある人が打ってるんで、<laughs> そう。 うん、まあ僕はそんな感じですね。うん。だから人それぞれそのリスクの取り方って、リスク、だからこのね、リスクの取り方考え方っていうのが結構大事だと思いますよ。だから僕も情報ビジネスしかやらない理由はそのリスクの取り方なんですよ。投資やらない理由は、あの、リスクがそこにあるんで、情報ビジネスの場合はお金が溶けるってことがまずないんですよ。YouTube いくらやってもね、0円だし、情報発信いくらやっても0円なんですよ。でも投資でい、 エントリーしまくったらね、まあ、久保さんが言ってましたけど、やっぱエフェクスをやり続けるっていうことはリスクを負い続けるわけですよね。エントリーし続けるイコールリスクも追うってことなんで、まあ、勝てるかもしれないけども、そこには必ずリスクがある。でも、情報発信に関しては、ゼロなんですよ。うん。そう。だから、その、あのウォーレン・バフェットでも多分、 ずっと勝ち続けるって多分難しいと思うんですよね。うん、ただ相場ってこうなんで、本当に。うーん、だからまあ、うーん、久保さんが言うより、勝ち逃げしといた方がいいんじゃないかなっていう。<laughs> うん、僕はまあ情報発信はし続けますけどね。 まあ投資も勉強して投資もやらないといけないなと思ってただある程度の資金量をとそこで得たらもう撤退してもいいかなっていうずっと僕はトレーダーになりたいっていうわけではないですからうんだってトレーダー大変ですよ本当に <laughs> いやーすもんうんあれは嫌ですねだって毎回リスク背負ってるじゃないですか情報発信なんか本当に 自由に発信できるんで、ノーリスクでね。うん。ありがたいですよね、うん。はい。ということで、まあ人生って多分リスクどうやって取るか、リスクについてどう考えるかっていうのは結構大事なんじゃないかなと思いますね。その人の。うん。まあ人生が分かれるというか、うん。話ですね。はい。いってらっしゃい。